ナイル川デルタ。世界最大級の三角州地形である。三角州とは、川口付近において、河川によって運ばれた物質が堆積することにより、形成された地形である。河口において、河川流が分流し、枝分かれした分流路と海岸線のなす形が、ギリシア文字のデルタに似ていることから、デルタとも呼ばれる。河川の上流から流れてきた砂などが堆積する。 ことにより形成される。大河の場合は河口に複数の三角衆が形成されることもあり、それらを相対的にデルタ、または三角衆と呼ぶこともある。川口付近で流速が急激に遅くなるとき、土砂が堆積しやすくなるため、中須が形成される。川口付近の潮流によって、中須が削られ、複雑な地形を形成することがある。形成の条件は、 河川からの十分な量の土砂供給があること、川口付近の海底地形が土砂を堆積できる形態であること、川口付近の潮流が土砂を侵食しすぎないことである。河川からの土砂の供給量が十分でないときは三角坑を形成することがある。一般に、モンスーンアジアの河川は、傾斜が急で、流量も大きいため、河川の運搬作用が大きく、 河口に三角衆を形成している場合が多い。モンスーンアジアで三角衆は主に水田に利用されている。三角衆の形態は単純なデルタ状にとどまらず様々な種類がある。以下ではそのうち特にありふれた三つを示すが、すべての三角衆が以下の三つに分類できるわけではない。沖合の潮流と河川からの土砂の供給量がうまく釣り合っている時に、 形成される。代表例としては、ナイル川、デルタ、ニジェールデルタなどがある。土砂が堆積しやすく、潮流によって、中洲が削られない場合に形成される。すなわち、形成されるのは、遠浅で潮の流れが遅い場所である。代表例としては、ミシシッピ川デルタが挙げられる。尖り上三角州とも呼ばれる。河口が尖っているような三角州のことで、 川によって運ばれた土砂がよく削られる場合に、形成される。この時、川口付近では、土砂が堆積するが、その周りでは削られるため、尖った形の三角州が形成される。代表例としては、テベルデルタが挙げられる。ミシシッピ川、デルタ日本を代表する規模の大きな三角州の町は、淀川とその支流からなる三角州に形成された大阪市をはじめ、 福岡市や広島市も三角州に町が形成されており、阿武川とその支流からなる三角州の萩市など三角州の町は多い。箇所、ありがとうございます。